敵損ないと呼ばれた元秀夫は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした、星に。元、英雄であるが世界を救っても人族から蔑んだ目で見られたためにもう一度転生したら、スキル至上主義の貴族の家に生まれてしまい、初めの頃はスキルすげえということでもてはやされていたが10年経ったら昔天才今はただの人になったために放逐される。放逐された後に初回イベントで厄災級の敵にヒロインが狙われていたので前世の隠していたスキルを使って倒したら、やっぱり主人公はクソ強だったんですねということから、人を見る目のあるヒロインと騎士を純ハーレムにして、その後少年っぽいデザインのその世界の勇者のメスを弟子兼純ハーレムにしてといった感じで純ハーレムを拡張しつつ、なんかクソやべえ厄災のせいで世界がやべえので主人公さんなんとかしてくださいをする漫画。前半は情緒的な鬱だしのうな感じの情緒的な感じの主人公の漫画かなと思ったら、チート級の強さの主人公でもまあまあ苦戦する感じの敵を配置して、そのためには勇者をレベリングしてあげないと自分が目立っちゃうし厄災は一人で救えないしという感じの王道を行く冒険漫画、シナリオの品質が高い。